ジョゼフ・シルバースタインは、アメリカ合衆国のバイオリン奏者、指揮者、デトロイトの生まれ、音楽教師だった父親から、音楽の手ほどきを受け、カー,アーティス音楽院で、エフレム・ジンバリストとベーダ・レイノルズの下でバイオリンを、学んだ。また、ジョゼフ・ギンゴ・オールドやミッシャミシャ・コフラの訓導も受けている。1950年に卒業後は、ヒューストン交響楽団、フィラデルフィア管弦楽団、 デンバー公共楽団のバイオリン奏者として渡り歩き、デンバーでは補助指揮者とコンサートマスターを兼任した。1955年にはボストン公共楽団に入団。1959年にはエリザベート王妃国際音楽コンクールに3位入賞を果たし、1960年にはナウムバーグ賞を受賞した。1962年には、 ボストン交響楽団のコンサートマスターに昇格し、1971年からは補助指揮者となった。1983年にユタ交響楽団の音楽監督に転出し、1998年に同楽団のポストを優待した際には名誉指揮者の称号を送られている。1986年から1988年までは、 チャタクア公共楽団の音楽監督も兼任した。2002年から翌年まで、フロリダフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者を務めた。2000年から母校のカーティス音楽院、2012年からボストン音楽院で教鞭を取る。2015年、ボストンにて没。デビッド・アラン、ヨゼフ・シルバースタイン、バイオリニストボストンシンフォニー・コンサートマスター、DS アット83。 ニューヨークトムズ HTTPS www.neetimes.com2015-11-28 アーツミュージックヨゼフシルバースタインロンタイムボストンシンフォニーオーケストラコンサートマスターダイズアットマイナス -83HTML2018 年2月28日閲覧カーティスドットエルハットアーカイブされたコピー 2013年10月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年10月30日閲覧。ストリングマスターズシリーズ、エイトリビュートツー、ヨゼフ・シルバースタイン、ボストン・カンサーベトリ、ハット・ジェレミー・アイクラー、ヨゼフ・シルバースタイン、83、リン・ウンド・バイオリニスト、ビソ・コンサート・マスター。ボストングローブ、httpww. ボステングロブドットコム、メトロ、アビッチアリーズ、2015、11、24、ヨゼフ・シルバース・タイン・リングンド・バイオリニスト、アンド・ビソ・コンサート・マスター・フォー・イヤーズ、ダイズ、アクベック・スクリア・イチローコット・フク・イチ・ e エル、ストーリー、HTML2018 年2月28日、閲覧、ありがとうございます。